んじゃないですか。グリーン。世界遺産の仁和寺で行われたハイジュエリーとハイウォッチ の展示会もご招待いただきました。もう本当になかなか入れない場所ですごいびっくりでしたね。もう入っていったら天皇家の方が宿泊されるお部屋だったりとか、天皇が寝られるお部屋とかそういったところを拝見することができて、でその、まあ、お庭の綺麗さとかお部屋の美しさとかが、まあ、まずすごいんですけれども、そこに、グッチ のハイジュエリーのコレクション、イタリアでやったものがそのままもう部屋の中にあって、まあ、なんかイタリアと日本の融合がこんなに自然にできるのかなっていうのがまずびっくりでした。今回のアリアコレクション のムービーの最後の方のこうドアをバーンと開けてガーデンが広がるシーンなんですけれども、テーマがユートピアで生命の再生というのがテーマだったらしいので、まあ、まさにそれがもう本当にその仁和寺の中に再現されていて本当に感動でした。草の香りとかもグリーンの香りがその畳の香りと一緒にこう相まって、もうこの日本の仁和寺のお寺のあの空間じゃないとこれができないので、すごいいい五感で感じられましたね。お恥ずかしながら今回のグッチのイベントで仁和寺に行ったことで仁和寺が世界遺産ということを知りました。本当にいいきっかけで、まあ、日本人なんですけれども案外知らないことも多くて、でもこうやってなんか自分の好きなブランドに招待されて知ったりしてすごく感動しました。まず日本の京都じゃなきゃできない、東京では多分絶対できないことで、それを京都で、しかも京都ってやっぱ格式が高くてなかなかこの口説き落とせないというか、そういう場所を借りれない中でこれだけのことを、例えば一夜限りとか3日間だけとか、まあ本当数週間だけのためにやったっていうのは本当にどれだけの人数の人がどれだけの情熱と思いを、ね、元に頭を下げたりお礼を言いながらやったかっていうのがすごくこう伝わってきて、まあ、そんなことあまりねブランドの人は言わないと思うんですけれども、まず自分もプロデュースするのですごいまずもうそこも感動しましたね。本当にこう失礼とかその時間もすごく楽しいんですけど、こういうねこういったもう一つ一つ気の利いたこういうねお土産とかも本当にすごいなと思っていて、なんかだからグッチをさらに好きになってしまいました。近代芸名って帯屋さんの中で京都グラフィーでもウィンシャーのエキシビションやった場所なんですけど、そこで、ハイジュエリーのイベントは私がエースホテルでエキシビションやった時と同じタイミングでやってて見に行ったんですけど、まあ、それはもう序章って感じですね。あの時のもうそれでも感動したんですけど、もう今回すごくてびっくりですね。あれだけでも多分すごいことなのに。でミケーレはどうやら毎シーズンポエットで、スタッフの方たちにメッセージを送るらしくて、それを各国のチームが読み解いてそれをお客様たちにどう伝えるか、プロモーションとかもそうだし、まあセールスもそうだし考えてるらしいので、まあ、やっぱ知って、まあ、上質だなと思うし、なんかあえてこうそのロジカルにとかマーケティングで数字だけではないというか、なんかこう行間がある、まあ、だからこれが本当にグローバルローカライズで、そのポエットが各国に伝わって各国の人たちの、まあね、土地だったり言語に訳されて、なんかみんなで手探りながらもその世界観を読み解いてお客様にこう伝えていくっていうことをやってるみたいなので、本当になんか面白いですよね。ある意味もうハッキングじゃないけど、そのなんかこうなんていうんですか、凝縮されたデータを圧縮されたデータを各国でこう回答して、でその回答するだけでは読み取れないから、そこにまた自分たちで何かしらこう肉付けをして世界を作っていくって感じが、手触りがあるというか、なんかそこが多分好きなのかもしれないですね。